ティモス・イーディ・リビット・ノークスは、南アフリカ共和国の科学者、ケープタウン大学運動科学部及び、スポーツ医学部の名誉教授。南アフリカ国立研究財団の委員の一人でも、あり、最優秀科学者の一人に挙げられている。70を超えるマラソン及びウルトラマラソンにも、参加しており、スポーツ科学や食事と運動に関する研究も、行っている。著書、 ザリアルミールレボリューションでは、炭水化物を制限し、脂肪の摂取を増やす食事法を進めている。1949年、南ローデシアソールズベイリーに生まれる。5歳の時、南アフリカに移住する。父親は1954年に、タバコの輸出会社を設立している。少年時代はクリケットに関心を寄せていた。ケープタウンのコンスタンシアにある。 モントレーシン学校に通う。アメリカ合衆国カリフォルニア州ハンティントン高校で交換留学生として1年間過ごした経験を持つ。進む学校から教区大学へ進んだ。1974年に医学学士となり、1981年に医学博士の学位を取得し、2002年には理学博士の称号を授与された。1980年、ノークスは ケープタウン大学にて、スポーツ科学科の解説を任ぜられた。医学研究表議会が資金を提供し、運動研究部門として、生体エネルギー論を受け持った。後の運動科学及び、スポーツ医学における、ケープタウン大学医療画像研究科の前身である。1990年代初期、ノークスは、南アフリカ出身の元ラグビー選手とともに、 スポーツ科学研究所を設立した。1996年以来、彼らは370本を超える生理学の研究論文を発表している。ノークスは、運動誘発性低ナトリウム血症についての研究の第一人者でもある。1984年に開催されたコンラットマラソンに出場した女性ランナーの一人が、これを発症したことに気づいたノークスは、 1985年、専門の機関誌に、スポーツと運動における医学と題した記事を発表した。1996年、ノークスは、中央超速理論を発表した。ノークスによれば、疲労とは、生理学的な状態ではなく、体が外部のものから保護しようとして湧き起こる一種の興奮状態であるという。 2005年5月、ノークスは第一次国際運動誘発性、低ナトリウム血症統一見解会議を主催した。同年、ノークスはイングランド出身の泳ぎ手、ルイス・ウィリアム・ゴードン・ピューに北極と南極で泳いでもらうという一続きの実験に着手した。これは極寒状態に置かれた人の能力について調べるためであった。水温の低さを見越した上で、 人は水中に入る前に深部体温を上昇させる能力があることを発見したノークスはそのことを説明するために予測熱産生という言い回しを用いた。2007年、ルイスが北極点の周辺の海域で1キロメートル遊泳する際にノークスも医師として遠征した。ノークスは炭水化物の摂取を制限し脂肪の摂取を積極的に増やす食事法を明確に 支持している。南アフリカにおいては、この食事法は、ノークスダイエット、バンティングダイエットと呼ばれている。バンティングとは、19世紀のロンドンの葬儀や、ウィリアム・バンティングを指す。バンティングはどれだけ運動をこなしても全く、痩せなかったが、炭水化物を制限する食事法を実践したことで、減量に成功し、1863年に、レターオン・コルピュレンス、 アドレスドツーザパブリックを出版している。ノークスは脂肪の摂取を減らし、炭水化物をたくさん摂取せようと進める主流の栄養学をジェノサイドと断じている。2014年2月、ある管理栄養士がノークスがツイッターで離乳食を作る際には炭水化物が少なく脂肪分が豊富なものにしなさい。それこそが本物の食べ物だと発言したと。 南アフリカ医療専門評議会に訴えた。同会は、ノークスに対する申し立てについての公聴会を開催した。2016年10月28日、同会は、ノークスが違法な行為を働いた度で有罪となった、という声明を誤って発表した。その3時間後、同会は、あれは、間違いだったという声明を発表し、自分たちの比例を浴びた。 2017年4月、ノークスは無実であることが分かり、疑いが晴れた。2018年6月、同会は自分たちの主張の正当性を失った。2014年8月、ノークスは自身のツイッターで不誠実な科学会、自閉症と早期の予防接種との間に示されている立証済みの関係は隠蔽されているのか、と発言した。この発言には、 ワクチンに反対する活動家で不祥事を起こした医者アンドリュー・ウェイクフィールドによる動画へのリンクが貼られていた。ウェイクフィールドはアメリカ疾病予防管理センターが予防接種と自閉症の関係を隠蔽しているとする陰謀論を繰り返し主張していた。その後、ノークスはウェイクフィールドによる陰謀論について何とも言えないと述べた。ノークスは ジャーナリストのマリカ・スボロスとの共著本、ロア・オブ・ニュートリション、チャレンジング・コンベンショナル・ダイエタリー・ビリーフスを出版した。ノークスは本書の中で自身の炭水化物制限への転換に至った経緯・死亡悪玉論は現代における最大級の間違いである趣旨、自身と医学界との戦いについてを衝述している。小児会のアラステア・マキャルパインは南アフリカの医療ウェブサイト、 メディカルブリーフに本書を読んだ感想を投稿しており、陰謀論、ひどい科学、ひどい文章、迫害の集合体であり、極めて無謀な内容だと批評している。1996年、ノークスは、アメリカスポーツ医学会の年次総会での、貴重演説である、JB ウォルフ記念講話を依頼された。ノークスは、演説をこなし、同会に表彰された。2002年、ノークスは、 理学博士の称号を授与された。同年、自身の運動誘発性低ナトリウム血症についての研究と薬物治療と分泌液の研究で、カンヌ国際医学賞の最優秀賞を受賞した。2004年、月刊誌、ランナー、s ワールドは、過去40年間のマラソンイベントにおいて、最も重要な人物、もしくは出来事の一つとして、ノークスを取り上げた。2008年、 ノークスは、スポーツ及び、運動医学部の、名誉会員に選出された。同年、南アフリカ共和国の大統領から、スポーツ分野と運動科学に優れた貢献を果たした、として、銀の、マプング部へ勲章を授与された。2011年、ノークスは、アムステルダム自由大学から、名誉博士号の称号を授与された。2012年、ノークスは、 南アフリカ国立研究財団から特別厚労省、生涯業績賞を授与された。2014年、南アフリカ科学振興協会は、スポーツ生理学に素晴らしい貢献を果たしたとして名誉ある南アフリカ勲章をノークスに授与した。ありがとうございます。